どうも、なにわ男子の藤原丈一郎です。さあ、今日はですね、ハッシュタグなにわ先生ということで、僕が先生になってみんなに、まあ、あることを教えようかなと思います。今日のなにわ先生はですね、アイランド TV について、アイランド TV について皆さんに教えたいと思います。さあ、来ました、僕の真骨頂フリップで、はい、目次、今日はアイランド TV クイズ、そしてアイランド TV あるあるなんかをね、皆さんにちょっと知ってもらおうかなと。じゃあそれでは早速アイランド TV クイズからいきたいと思います。アイランド TV クイズ、まずはこちら。はい、これアイランド TV の歴史です。2019年3月1日、18時にサイトホニャララ、はい、わかりますか、サイトホニャララ。正解はこちら、ちょっとノリつけすぎたな。オープンはい、アイランド TV に動画をアップしている人数、ホニャララ200人。さあ、これは何でしょう。正解は約です。約200人です。まあ、こうやってね、もう1年ちょっと経つわけなんですよ。200人ものね、タレントがアップしてて。はい、続いてはこちら。これはですね、あるジュニアがこのタイトル、目指すは竜宮城で動画をアップしました。さあ、この動画のタイトルでアップしたジュニア1,2,3 誰でしょうということで、1ガシマンノイル、2住慎太郎さん、猪狩蒼弥。蒼弥って言うんや、ガリさん。蒼弥、蒼弥、ごめん、ちょっと今それにびっくりして。まあ、目指すは竜宮城、川島ノエル、住慎太郎、はい、猪狩。さあ、誰でしょう。正解はドゥルルルドゥン、住でございます。関西ジュニアの住慎太郎。川島ノエルが目指すは竜宮城っていうタイトルで絶対出さんと思う。あ、ちなみに虹聞きましたよ、よかったです。ちなみにガリさんは目指すは竜宮城、まあ、出したとしてもラップやのね、竜宮城の、いや気分ジョーみたいな、でもそんな感じで出すと思います。正解は隅です。ぜひ皆さんチェックしてみてください。こんな感じでもう一問、こちら。自分でもよくわからないことをしてみました。このタイトル、このタイトルで動画を出したのはこの3人です。少年忍者の久保廉君、そしてトラビスジャパンの宮近海斗、そして A グループの草間リチャード啓太。さあ、これちょっと難しいですよ。タイトルが自分でもよくわからないことをしてみました。さあ、これ、いや、宮近もね、やりそうやし、まあ、久保廉君もね、可愛いからね、やりそうやし、リチャードに関してはほんまによくわからんからやりそうやもんね。正解はドゥルル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 ン、久保くんでございます。1番の久保くん、ぜひね、ちょっと見たことない方は見てほしいです。さあ、続いては、はい、アイランド TV あるある。ここからはね、授業というかちょっとね、あの肩をね、リラックスしながら聞いてください。アイランド TV あるある。お、動画があるやん、ちょっと見てみようかな。こっち、見にくいやつ。これね、あ、うわ、そっち買ったらいちいち携帯こうしなあかんからね、こうやってこうやらなあかんからね。はい、ちなみにこれ前回トラビスジャパンの中村海斗にはメールで伝えました。はい、続いて、これはとあるボーイとティッシュの一日です。彼はこの後鼻を噛んだのであった。謎動画、何これ。いやいや、ほんまにこれのこれだけの尺でした。ちなみにこの動画を上げたのは、ストーンズの森本慎太郎です。慎太郎に聞きました。はい、これどういうことかと。はい、アイランド TV のティッシュのやつ何。さあ、森本慎太郎からの返事はこちら。つけすぎたな。わからない、わからない。続いて僕が返事、いや、どういうことやねんと。わからないってどういうことやねん。さあ、最後に返事来たのがこちら。怖いよね、ほんと。お前が怖いわ。どういうことやねん、それ。はい、続いて、西畑大吾のアイランド TV あるあるいきたいと思います。西畑大吾のアイランド TV あるあるはこちら。パーカーかぶりがち、パーカーかぶりがち。これね、多分おそらく何が言いたいかというと、ミスターパーカージュニアっていうことを言いたいのかな、おそらく大吾。基本大吾パーカーかぶってるからね、こうやってね。はい、続いて、大西流星のアイランド TV あるあるはこちら。編集能力が高すぎる。はいはいはい、上に牧場関係者とか早送り、あれ、じゃあ待たれてって早送りとかできてね、しかもちゃんと材料とか、どうも大西流星ですってテロップもつけれる。この流星ね、なかなか素晴らしいです。で、そしてラスト、空龍くんのアイランド TV あるあるはこちら。壁紙が独特。これ僕めっちゃ最近ちょっと見てるんですけど、あのね、壁紙、後ろ本めっちゃ
本めっちゃあるやん思ったら、まさかの本の壁紙なんよ。でちなみにトラビスジャパン担当でね、まあ、そらくんのあるあるでした。ということで本日の授業は終わりでございます。皆さんね、アイランド TV まだまだね、たくさんのジュニアの子が出てますので、ぜひチェックしてください。じゃあねー。